北陸も梅雨入りいたしました。はい、梅雨に入りまして、ぺちゃぺちゃです。今回はですね、梅雨になりましたけど、梅雨が終わればね、アウトドアもね、楽しくなる季節になってくると思います。で、最近のアウトドアの一つのポイントとしては、ポータブル電源、電化製品もちょいちょい使いつつね、無理なく楽しむっていうのがね、一つのポイントになってるかと思います。ただね、ポタ電ね、高い。ただですね、今回ちょっと面白い商品があってですね、庶民の味方ドンキさんですね、ドンキさんの方で AC 電源が使えるちょっとしたポータブル電源みたいな、モバイルバッテリーみたいな、そういうのがね出たので買ってみました。そちらをね実際ちょっと使ってどうなのかっていうのをね確認していこうかなと思います。では見ていきましょう。で、今回紹介する商品がですね、こちらですね、ドンキさんの持ち運べるコンセント。こちらですね、名前の通り AC 電源が使えます。しかも軽いです。で、ちっちゃいということで、まあ実際ねちゃんと使えるのかとか、使い心地その辺どうなのかっていうのをね見ていこうかなと思います。じゃあね、スペックは開けてからねやってきますね。まずは開封ね、やっていきましょう。はい、中身に入ったのこんだけですね。持ち運べるコンセント本体と、これはケースかな、メッシュで、これは USB のケーブルですね。はい、 C と A のやつね、だいぶ短い、珍しい。取り扱い説明書という感じです。すごいシンプルで、こちら持ち運べるコンセントなんですけど、重量が 660g ということで、はい、週刊漫画1冊分と同じということで、すごい見た目通りの軽さです。なんかペットボトルって感じ。はい、で、容量がですね、2万ミリアンペアアワーですね。なのでまあ普通のモバイルバッテリーと同じぐらいの容量っていう感じで、特段なんか大容量っていうわけではないです。とね、確かワットアワー換算でいくと74ワットアワーですね。100はいかないみたい。なのでコンパクトな分、容量もコンパクトになっております。そこ気をつけてください。で、サイズですね、見ての通りちょっと筒型になってて、ここ真四角というか、はい、四角になってます。69mm69mm、高さが 155mm ということで、手に持ってみるとこんな感じですね。うん、本当にペットボトルっす。で、入出力端子は上の方にね、もう集約されてます。もう見ての通りなんですけど、これが USB-A の出力ですね。最大がね 18W なんで、 QC3.0 ということで、普通の急速充電対応っていう感じですね。で、 USB-C の方が入出力対応してて、入力も出力も最大は 30W になってます。なので 74Wh に対して最大で 30W で充電ができるんで、まあ大体 2.5 時間かな。で、 USB-C で充電した時はできます。 USB-A の C で入れたら、まあややこしいんですけど、ざっくり4時間という感じになってます。充電するケーブルだったりとか、充電キーの性能に依存するのでお気をつけください。で、AC もこれ出力ですね。これはね、100V から120V、60Hz になってますね。で、定格が 80W ですって感じですね。正面のところに LED の残量インジケーターがあって、電源ボタン1回押すと、ちょっとちらつきが見えるね。はい、こんな感じでバッテリー残量が確認できるという感じです。細かい残量は分かんないんですけど、こういうねざっくり表示で分かるという感じです。出力がねどれぐらい出てるか分からないので、ポータブル電源使ったことない人はね、意外と使うやつとか、意外と電気使わないやつとかがあったりするんで、その辺はねちょっと意識して使ってもらえればなと思います。はい、まあ実際持ってみるとこんな感じですね。うん、まあいい感じじゃない。で、収納ポーチあるんで入れてもらえれば、なんか余白があるから、もうちょっといろんなものを入れるんかな。ケーブルとか、なんか充電器とか、なんかそういうのを入れるスペースもありますね。ちなみに容量だけでいくと、これはねポータブルバッテリーですね。まあこれポータブル電源でいいのかな、部類としては。それの手でいきますけど、まあ実際こう並べてみると、これが1万ミリアンペアアワーで、これがね25600mAh で、これが2万っすね。まあこんな具合になってます。なので本当に容量だけ見ると、ポータブルバッテリーの方がねやっぱりちっちゃくはなるんですよね。ポータブル電源っていうのは、どうしてもその AC 電源を使うんで、その電気をねこう変換したりとかするのに、どうしてもこのサイズ感が必要です。はい、言い忘れましたけど、後ろにはファンがついておりますっていう感じです。 AC 電源使えるだけって思うかもしれないんですけど、 AC 電源でね動くやつっていっぱいあるんですよね、やっぱり。まあその辺をね試そうかなと思います。で、ちょっとまたこれ確認しないといけないんですけど、多分ね2万 mAh だったら飛行機持ち込めるかもしれないですよね。確かね、飛行機はバッテリー容量に、そのサイズによって持ち込める持ち込めないがあったと思うんで、多分ねこれ持ってけた気がするんで、またちょっと確認します。正解はこれ。
まあ、持ち込めたらね結構熱いっすよね。あの特になんかノート PC で作業する人とか、あ電源取れるか、うん、けどまあ何かと使いやすいっす。じゃあいろいろ使ってこう、まあ、まずはね序の口編ですね。 USB-C と USB-C のやつを使って、これスマホ充電、はい、高速充電できてますね。でこれから暑くなってくるんで扇風機ねつけてみましょう。 AC を使うときにはここに電源ボタンあるんで、これを3秒長押し、そうすると緑のランプがつくんで、はい、そしたら使えます。マックスにします。はい、まあこんな感じでね、扇風機とかであれば余裕で、使えます。扇風機はねあの本当に羽回してるだけなんで、そんなにね電気使わないんですよ。そして多分 AC 使いながら他のやつも使えると思うんで、うん、できますね。まあ、AC 使いながら USB もちゃんと使えます。総じて何ワット使えるか分かんないんですけど、多分80とか、まあ、ちょっと多めに見て90とかそんぐらいかもしれないですね。ちなみにポータブル電源普通のやつ持ってきてます。電気測定のためなんですけど、 AC を使うと、まあ、合計で20ワットぐらいですかね使ってるみたいです。まあ、そう考えるとね3時間ちょっとはいけるのかな、満充電で使った場合。まあ、弱くすればねもっと長いこと使えると思います。でポータブル電源全てに共通して言えるんですけど、この AC の出力をオンにしているときは何も挿してなくても電気が使われていくんで、ちゃんと消しましょう。はい、こんな感じで、まあ、特にあの 74Wh しかないんで大事にしましょう。あとはテープライト持ってきたけどこれ AC だったわっていうときも、まあこんな感じでね特にライトとかはねあんまりその消費電力高くないんで、まあライトアップとかでも使えますよね。まあそれ以外にも USB の方もあるんで、はい、ちょっと今明るいしなんかいろいろ汚いんであれなんですけど、まあこんな感じでライトアップにも適しているって感じかな。これやる人あんまりいないかもしれない。そしていけるかどうか分かんないけど持ってきたポータブル冷蔵庫、冷蔵庫はね意外と消費電力高くないはずなんで、確か前測ったんですけどね忘れちゃった。はい、これもねもちろん AC 電源です。一応起動しましたね。24度で、はい、マイナス10度とかに設定してみてます。動くは動きますね。まあ、今冷え始めだからちょっと分かりづらいけど、ポータブル冷蔵庫もね動くのを確認できました。出力チェックですね。ポータブル電源の方でいくと、ちょっとさっき 50W も行ったりしてたんで、まあまあけど 80W 以下なんで、ポータブル冷蔵庫であれば動かせるっていう感じですね。でまあ本当に 40W ぐらいであれば2時間いかないぐらいですねは動かせるっていう感じです。それがねこの小さな持ち運べるコンセントで可能なんで、そこはいいのかなっていうところです。ちなみに AC は電源を入れてからじゃないと使えないんですけど、 USB に関してはついてない状態でも差し込めば使えます。はい、あとはこれファンついてるんですけど、扇風機回したりとか、さっき冷蔵庫つけてる時もね回んないですね。やっぱり気温だったりとか出力ももっとギリギリを攻めないと回んないんだと思います。でまあ、AC 電源が使えるんで、外でのデスクワークとか、まあ、出張時のもしもの電源としてね使える一品なのかなというところです。これはね USB-C 対応のノートパソコンなんで、まあ、どんなんでもいけるんですけど、私の場合だとこんな感じで、あの扇風機動かしてノートパソコンも、まあ、動かせるという感じですね。まあこんな感じででこちらの持ち運べるコンセントなんですけど、お値段がですね税込みで19,780円になってます。税抜きだと9,980円ですね。まあ約1万円ですね。そんでね、やっぱりポータブル電源系とかこういうバッテリー系はね、まあそこそこ故障したりもするんで、保証もとりあえず1年はついているんで、そういったところを選ぶのがいいのかなと思います。ドンキのポータブル電源っていかがなものかなということで、好奇心で買ってみましたという感じでね、良くも悪くもっていう部分があるんで、そちらをあのちょっとお伝えさせていただくと、良かった部分はね1万円なので程よい金額な気がします。で使えるのも AC と USB の A と C でいいバランスかなというところですね。あとはね注意してほしい点としては、この製品だからじゃないんですけど、小さいポータブル電源なので出力がね結構低いです。80W
意外とね、皆さん使われてる家電のその出力ってしてない方多いと思うんですけど、まあ、今回みたいに扇風機だったりとかポータブル冷蔵庫ですね、まあ、最近流行ってきてるやつ、ああいうタイプであれば扇風機なら持つと思うし、ポータブル冷蔵庫も新しく入れたものを冷やすぐらいはねできるのかなというところです。なのでデイキャンとかそういうのにはね全然無敵で、逆に電気を結構使うやつでいくと、冬場だと電気毛布ですかね、まあ、50ワットとか60ワットのやつあると思うんですけど、まあ、1時間ぐらいしか持ちませんっていうのと、こたつは無理ですしっていう感じでね、出力ならではのところで制限があったりするんでね、そこは気をつけてください。そしてちょっと惜しいなっていう部分なんですけど、 AC のスイッチをオンにした時って使い終わったらオフにしなきゃいけないんですけど、わかります？わかんないですよね。おい、今これついてるんですよ。蓋すると隠れちゃうんで、はい、切り忘れがあるかもしれないんでね、ここ見えるようにしといたらよかったんちゃうかなっては思いました。という感じでいかがだったでしょうか。はい、ドンキの持ち運べるコンセントでございました。今ね、念のためネットでその 100W アワーとかその 100W ぐらいの出力の価格帯のやつ見てたんですけど、比べてみるとね結構ありかなって感じですね。実績あるメーカーのところだと、まあ、出力がちょっと低かったりとか、やっぱあとデザインですよね。結構 100W 帯ってあまり需要がないのか、その平べったいやつが多くて、デザイン的にもこういうペットボトル型というかこういう筒型いいのかもしれないですね。でこの質感もね、これ触り心地いいんですよ。逆になんかこれのホワイトがあるとね、もっといいかもしれないですね。出ないと思うけどまああとはそのポータブル電源なんで、故障周りに関しては使っていかないと分かんないんでね、その辺はもうしょうがないって感じですね。個人的にはねちょっと遅れて出てきたなっていう感じはあったんですけど、デザイン的にも、まあ、サイズ的にもすごいいい感じですね。ちゃんと AC もホコリ入んないようにキャップあるし、まあ、必要最低限しっかりまとまった1台ではなかろうかなと思います。でまあ、ポータブル電源はその利用する人の用途によって使える使えないが全然分かれてくるので、ちゃんと自分に合うなっていう使い方を見つけてちゃんと使うようにしましょう。これつないでホットプレートとか絶対使えないんで、そういう感じです。ただポータブル電源持ってない人はね、ちょっと試しで、まあ、1万円ちょっとねぐらいであればいいかっていう人は試してみるのはありかなと思います。ですし、これぐらいのサイズであればポータブル電源で結構大きいんで、荷物かさばるのちょっと嫌だな、だけど AC 使うかもしんないっていう時のサブバッテリー的な要素として使うのはありかなというところでございます。こういう小型タイプのやつってちょっと前ぐらいに発売されたやつなんで、あんまり最新機種ってなかったような、はい、イメージです。なので、まあ、こういうのもありかなというのが個人的感想です。ただ言った通り使い方次第で使える使えないっていうのがあったりするんで、そこは、はい、ちゃんと購入前に気をつけてください。で発売されたばっかりなんで、気になる人はね一回店舗見て、でなかったら一回店員さんに確認してみて見てみてください。個人的にはね出張用とかでも活躍できそうな一台かなというところで、今回はこれぐらいにしようかなと思います。というわけで今回はドンキから発売された超小型のポータブル電源持ち運べるコンセントのご紹介でございました。以上です。そんじゃあまた。